はソニーショップテックスタッフの店員佐藤です。今日はエクスプリアの、ワンマーク6ですね、こちらの店頭セミナーです。お集まりいただきましてありがとうございます、はい、じゃあ、早速ですが始めさせていただきたいと思います。昨日あの体験イベントもあったので、あのそちらの話も織り交ぜながら今日はやっていきたいと思います。はい、エクスプリアの今年のラインナップです。今ソニーストアさんで販売しているのがワンマーク、10シリーズか、こちらがもう5までもう終わってしまっているので、同時発表になった、10マーク6、それとあと5シリーズと1シリーズの、第4世代から今販売しています。エクスプリア1シリーズの、最新モデルが今回は発表になっています。こちらのご案内です。もう皆さんスペックいろいろ発表とかになって、ご覧になっていると思います。広角7倍ズームの 170mm 望遠レンズがついていることと、あとそれでテレマクロが使えること、それとあとバッテリーの方が 5000mAh でよりは変わらないんですけども、スタミナあの性能が、もう2日間使ってもまだ余るというような、ことをアピールしています。細かく他にもいろいろあるんですけども、簡単にサクッと紹介していきたいと思います。まずカメラ機能、光学ズーム 170mm までということで、従来 125mm までの望遠レンズ、光学のレンズがついてたんですけども、そこが今回 170mm に伸びました。16mm から 24mm、それと、48mm のところも今まで、Xperia 5 Mark 5 の方だけあのピクセルビーリング開放で、クロップした1200万画素を、保持したままで倍の48mm を撮れるという機能があったんですが、ワンマーク5の方にはそれがついてなかった。これが今回は使えるようになってます。それと85から 170mm は光学レンズで切れ目なくどこの焦点鏡にも使えるようになっています。これ16mm から 170mm まで、まあ、あの電子ズームをあの16とか24のところは使うんですけども、切れ目なく、全てズームでこうやってつながるっていうのは、他のカメラ、あのスマートフォンではないようなすごい機能になってるんではないでしょうか。で、今回あの商品ページ見てると、テレマクロの前にですね、ポートレート撮影、これ結構推しているので、これ体験会でも昨日行った体験会、寺田倉庫でやったんですけども、こちらでも、望遠レンズを使った、ポートレートの撮影のデモコーナーがあったので、これどういうことなのかっていうのをちょっと紹介してみたいと思います。カメラアプリが新しくなってるんですけども、それ後でちょっと紹介します。まずここではあのボケ機能っていうのがモードとしても入るようになった。今まで、ベーシックモードだったかな、それでボケ機能っていうスイッチを入れてボケを使ったんですけども、今回は写真というタブがあって、一つパッと隣にボケっていうのがあるので、そこにするともうあの背景ぼかしの機能が使えるような形になってます。で、撮影してるときはですね、残念ながらあのプレビューの画面でボケが出てこないので、あの写真撮っても何ら変わらない写真になるんですけども、実際に撮れた写真がこちら、写真こっち左が普通に撮ったもので、写真右の方がボケにしてるやつですね。被写体を認識して、で、背景になっているところ、あの要するに距離が合ってないところのものっていうのは電子的にこれをぼかしていると、距離に合わせてぼかしていて、イメージしているのはあの 85mm、 あの 50mm の F1.2 か、あの G マスターレンズのボケを、シミュレートして作っていますというふうな話は聞いて、あの去年も聞いてます。この辺の機能は特に進化しているわけではないので、去年のワンマーク5と同じものになるんですけども、こういった撮影ができます。特になんか輪郭の部分がもやもやしているとかっていうのもなくて、すごい綺麗にぼかしを入れられてますよね。これが、170mm 側の方で、ボケを使ったやつなんですけども、全然不自然さがなくてすごくないですか。これまさになんか G マスターレンズというか単焦点レンズを中に1本入れてるような、使い方ができるなというふうに思います。これ 24mm でももちろん使えて、24mm でこれ撮ってる普通の写真モード、これを、ボケモードで使う撮るとこんなにボケる。実際 24mm で F1.4 で撮っても多分ここまでボケないと思うので、F1.2 とか F1.0 とかぐらいのボケになるんじゃないかなというふうに思います。
これは確かにあの機能としてスイッチオンにしてボケの調整をしてとかっていうとめんどくさいんですけども、タブ1個で振って回しただけでこれができるのはちょっとなかなかカメラアプリの進化いいなとかって思いました。そして注目のテレマクロ機能、こちらも非常に面白いものになっています。これよく見ると並木さんが撮られてるあの雫の写真とか、これ本当にエクスペリアで撮れるというか、実機を使ってみるとなるほどこれで撮れるのかというのが分かります。どういう撮り方するのかっていうと、やっぱ下のタブをちょっと流してって、写真の隣に動画があってスローがあってその他っていうのがあるんですけども、その他っていうところをタップするとテレマクロとか 48MP とか、あとボケ動画ライブ配信とかいう項目があります。この中にテレマクロというのがあるので、テレマクロをタップ、そうすると、テレマクロモードに、入って、でテレマクロモードだとですね、あのフォーカスがオートではなくてマニュアルフォーカスになります。でマニュアルフォーカスになったところで、ピークオンというのがあるので、これをオンにしておくとフォーカス合ってるところに黄色いチラチラっていうのが見えるので、これでフォーカス合ってるところっていうのを探しながら撮ります。これは撮影しているところの画面なんですけども、真ん中の写真はこれ、24mm かなで、普通に撮ると 24mm が一番今までだと最短距離で撮れるので 24mm で最短撮影距離にしてマニュアルフォーカスで、撮れるところ、今あのなんだろう、ズームリングとフォーカスリングのところに黄色く見えるものがあると思うんですけど、 このチラチラっていうのが、ピークオンで入れてるピークですね。でここでテレマクロに切り替えて撮るとどこまで寄れるのかって言ったら、あの G マスターのロゴをあのサイズで撮れるところまで寄れるという、撮影倍率2倍っていうふうに言ってたので、Xperia の中のセンサーに映っている像としては、あの実物の2倍のサイズまで大きくできているということになります。で、これ会場で、撮ってる時に撮影したものなんですけど、ピークオンにして、120って書いてあるところは、これ 120mm にあの固定でなってるところですね。焦点距離これ以外にはいじれないので、テレマクロを使う時は焦点距離 120mm。120mm のマクロレンズっていうと結構焦点距離長いものになります。なので、なんだろう、摂写して撮りたいとかって言った時によくスマートフォン自体が影になっちゃって被写体が暗くなっちゃうことがあるんですけど、 120mm だと結構離れたところから撮れると思うので、例えばあのこのテレマクロを使ってあのグルメ撮影するとか、あとヤフオクに出すとか、あのそういうのでアクセサリー、小物をイヤリングとかの小物を指輪を撮影するとかっていうんだったら、あの影出ないで普通に離れて撮れるんじゃないかなと思います。で、いちごの粒々も最短撮影距離で撮るとはこのサイズまでいくんです。で、これだとですね、さすがにもうプルプル震えるのでなかなかフォーカス合わすことできないんですけど、そういう極限のっていうか、おそらくアルファのマクロレンズでもここまで寄れるレンズってないので、本当のマクロ撮影やるときはやっぱ当然三脚固定して撮ることになります。で4センチまで寄れちゃうので、さすがに4センチまで寄った最短撮影距離で撮ると影になるのでライト使います。なのでそういったのはあのメニューの方からライトを使って、あとそれとタイマーですね、3秒タイマー使って、あと三脚使って撮るとあのちゃんとした本格的なマクロ撮影ができます。会場で撮ってきた写真はこちら。これはあの僕みたいなプロだから撮れる写真で、あのいちごの粒々ここまで大きく撮れますよ、いうのを撮ってみました。いかがでしょうか。10枚ぐらい撮った中の1枚です。やっぱブレるんですよ。割と難しいなとかって思いながら撮ってます。これも、霧吹きを持って一生懸命花に水かけてくださってる方がいらっしゃったので、その方のアシストで撮ったものなんですけども、水滴もこれかなりちっちゃい水滴なんですけども、そういうのも撮れるのでテレマクロの威力すごいなというふうに思います。これはアルファのダイヤル、手元にあるあの撮影に使っているカメラの、ダイヤルをちょっとテレマクロで撮ってみようかな。最短撮影距離で撮るとダイヤルはここまで大きく出ます。そしてこれはですね、このチョロキューこれ撮ってみました。長さこれ1センチちょっとぐらいしかないんですけど、それをあのこうやって画面全体に映すことができるっていうか、よくできてますよね。このチョロ Q 日産のエンブレムまでちゃんとこれに作られてるんですね。
適当にスッて直線になってるわけではないところが、あのチョロ Q の高田さんの技術の高さを見させてくれたと。で、メインカメラの方のセンサーは、Xperia 1 Mark 5と同様に X1 T を搭載しております。こちらは、大きな進化はなくてそのまま、搭載という形になってます。Xperia 1 Mark 4のものから比べるとイメージセンサーサイズが 1.7 倍、それ と、フォトダイオードを、2層に分離して、容積を大きくして光の取り込み量を増やしているということをしています。暗所に強いセンサーですね。なので、フルサイズの、一眼カメラ並みの暗所性能ですよというのを謳っています。これは Xperia 1 Mark 5で撮影されているものになると思います。今年の CP プラスの時に、天体写真エクスペリアで撮れますよということで、僕もセミナー生で拝聴させていただきました。これ焚き火を焚いているように見えますけども、あれはなんか LED ランプだっていうふうに言ってました。置いといてそれであの焚き火っぽく見えるでしょうとかっていうふうな、あれ本当の火使っちゃうとこんな輝度差はかなり輝度差があるので、暗い LED ランプをあそこに置いて、撮ってると。であの木の櫓も別に自分でやったものではなくて現地にこういうふうなものがあって何のためにあるのかなって思いながらあのこういう演出をされたっていうふうにおっしゃってましたね。あの見事に撮れてると思います、天の川が。でこれはですね、去年の7月8月か、木曽駒ヶ岳に行って僕が Xperia 1 Mark 5で撮ってきた天の川です。実際にこうやって撮れちゃうというのはすごいなというふうに思います。会場ではですね、暗い部屋のところにモデルさんを置いて、で、撮ってみてくださいっていうのをやってました。比較用のものはないので自分の Xperia Pro i 持ってってたのでそれと比較撮影してますけども、肌色の階調とか色のりとかっていうのはもうダントツで Xperia 1 Mark 6の方が、いいかな、 Xperia T の方がいいかなと思います。 Pro i も 1型センサー積んでるので決して暗いところに弱いセンサーではないんですけども、それでもこれだけ差が出ますので、もう1型センサーよりこっちの Xperia T の方がやっぱ、画質的には有利なのかなというふうに思います。それ と、高画素撮影、これも新機能ですね。Xperia T 実は4800万画素のセンサーになっていて、それをですね、4つの画素を1つにしてそれで、1200万画素のデータとして出力するということをやってるんですが、今回高画素撮影の48MP モードというのを積んでいて、それで撮ると最初の4800万画素の、記録をさせてくれるという機能になっています。これが一般的なセンサーになっているんですけども、クワッドベイヤー配列っていって4800万画素はあるんですけど、その前に貼ってあるフィルターが4画素に1つの色でやってあって、これを4800万画素として、普通は1200万画素のセンサーとして使うんですけども、別々にも全部バラバラに駆動させるということができるということですね。これが実際に 48MP モードで撮影した、モデルさんの撮影になります。データとしては8000ドット6000ドットになって、記録できるのはローは記録できなくて JPEG オンリーになります。でレンズも 24mm だけになるんですけども、この縦取りしたところから切り出したのがこれがどれぐらいだ10倍ぐらいに拡大してるのかな。それでも前髪とか潰れてるとこ全然ないし、綺麗に撮れてるというか拡大して撮れてます。ここぞという時に使えるんじゃないかなと。ここぞってどういう時でしょうね。記念写真とかですかねこれ全部手持ち、全部手持ちで撮ってます。これは、2、3枚撮って1枚だけちょっと手ぶれでダメだったんですけど1枚はもうバッチリ撮れてたので、多分手ぶれしてる時は僕は甘くこうやって持っちゃってたんだなとかっていう感じですね。よいしょ。さあそして、今後回しにしちゃってたんですけど、新カメラアプリ、今までフォトプロとビデオプロとシネマプロと、最初に出たのはシネマプロだったのかな、その後にフォトプロが出てビデオプロが出てきたんだと思いますけど、この3つのアプリが、今回統合された一つのカメラアプリというふうになりました。今まで使ってきた方からするとせっかく使い慣れてたのに、なんか簡素化されるみたいなイメージで嫌だなと思うかもしれないんですけども、使い方を聞いて僕もですね感動したというか、よく考えられてるっていうか、機能自体を落としてるわけではなくて全部を使いやすく、元は何て言うんだろう、ベーシックモードなんだけども、ワンタップすればすぐに
プロモードにはならないんですけども、あのそれぞれの機能が使えるようによく考えられてるあのものになってるなと思います。これ海外版になるので、ちょっと下のところのタグが英語になってますけども、プロモード、ボケモード、写真モード、動画モード、それとあと何があったんだっけな、スローか、スローとその他になってるのかな、これで、タブで切り替えるので簡単に、その辺の切り替えができます。なので、まあ、基本的には多分写真を使うことが多くて、で動画にしようかなっていう時は一つ右隣に行って動画っていうのを使って、でそれ以外のエフェクトしたい時にどんどん奥の方に行くというような、作りになっています。とこれ画面の一番左が、普通に起動した時の写真モードですね。で、レンズの切り替えがついているので、1倍にするのか 0.6 倍にするのか2倍にするのか、それとも光学倍で 3.5 から 7.1 使うのかっていうのが出てます。で、その隣にダイヤルもボタンがあるので、そこを押すと、真ん中にあるような、縦横比とかタイマー、あのフラッシュっていうよく使う機能がすぐにアクセスできるようになってます。でその下にあるちっちゃく書いてあるメニューっていうのを開く と、細かい設定が全部出てくるんですけども、フォーカスとシャッタースピードっていうのは最初オフになってるんですよ。でこれをオンにするとどうなるのかっていう と、画面にフォーカスオートとシャッターオートっていう文字が出てきます。で、ここでフォーカスオートっていうのをタップするとマニュアルフォーカスになるんですよ。でもうバーでフォーカスいじることができる。で、シャッターの方を押すとシャッターを調整ができるような格好になってます。Xperia の場合、今回のやつはあのプロアイと違って絞りの、設定は変えられないので、絞りは固定になっているので、まあ、カメラでいうところのP モードと S モードと M モードがあるような感じなんですけども、そこにこうやってあの簡単にモード切り替えを気にせずにいじることができる。で、ホワイトバランスとか露出はどこでいじるのかっていうと、実はですね、あのこの時にあのアイブの顔をパッてタップしてあげると、あのトラッキングが始まるんですけど、トラッキングが始まると同時に左右にバーができてきて、そこにホワイトバランスと露出のバーが出てきます。なので、あの露出ちょっと暗いから変えたいなとかっていう時は、あの露出、あの撮りたい被写体をピョッて触って、それで露出を変えていくっていうことができます。これね、実際触ってみるとすごい便利なんですよ。で、あとはあの AI っていっぱい書いてありますけどもAI プロセッシングユニット、アルファのあの55万のカメラに積んでいるあのプロセッサーが積んであるわけではなくて、姿勢推定のところ、あの被写体認識の時にあの人の顔とか瞳を図形として認識するんじゃなくて、骨格を認識するっていう機能だけ、プログラムを移植してきているということで、Xperia のソックで動いているので AI プロセッシングユニット、プロセッサーを積んでいるわけではないんですけども、それで、被写体認識をするので、かなり正確に人の写真は撮れると思います。カメラ機能に次いで注目のポイントですね、生まれ変わったスマート OLED ということで、1Hz から 120Hz の可変フレッシュレートが積んでいます。19.5 対9になるディスプレイなんですが、まずは最初にパワードバイブラビアということで、ブラビアの画質調整技術を持ってきているということになっています。今までも散々その、いいよいいよって言っててんですけど、ブラビアから何をこれ持ってきているのかっていうとですね、話僕3回ぐらい聞いてるんですけど、聞くたびに話違ってるので。どれが本当なのかが分かんないんですけど、一番簡単な説明でいくと、今まで色合わせをあの人の目で、調整してたと。グラビアの色とスマートフォンの色っていうのを人の目で合わせたんだけど、そこを、今回なんて言うんだろう、キャリブレーションして、機械で測定していって、それで、グラビアとスマートフォンの色を合わせるんだけども、 AI を使って合わせてると。単にラット使って色調整のガンマカーブを作ってるわけじゃなくて、写ってる被写体っていうのを認識させて、それでどういう色の発色になってるのかっていうのを学習させて、そのデータベースを持たせてるというような話になっています。でこれは、実際にブラビアを置いてですね、そして、手前の真ん中のものが Xperia 1 Mark 6で、右にあるのが、1 Mark 5で、左側にあるのは他社製他社製スマートフォンか、どのモデルかちょっと分からないっていうか、枠が入ってるので全然形見ても分からないようになってるんですけども、こういう写真で見てもなかなか分かんないんですけどね、他社製のものっていうのはちょっと色が白っちゃけて見えてる。で、
ワンマーク5も散々今まで綺麗綺麗っては言ってたんですけども、色の発色特に赤が鮮やかになってるかなというような印象になっているのと、あとコントラストが、また一段と取れてるようなイメージでした。で、これは本当に実際に実機で見ないと分からなくて、でしかも置いてあるブラビアをこれ有機 L で合わせてあるので、有機 L のブラビアでないとやっても意味がないと、液晶のブラビアでやっても同じような色にはならないので、うちのお店はこれ有機 L 置いてますから、今やるんだったらバッチリじゃないですかねっていうふうに、先方の方がよくご存知でおっしゃってくださってたので、うちも真似して展示したいなと思います。そして、もう一つサンライトビジョンという、新技術を積んで、エクスペリア1マーク5から 50% 明るいディスプレイを搭載しているということになっています。エクスペリア1マーク5が、エクスペリア1マーク3世代と比べると 1.5 倍明るくなっているというのをアピールしていたので、累計で今回 2.25 倍明るくなったということになります。それでサンライトビジョンというのはその直射日光下でも、ただ明るくするだけじゃなくて、見やすくするような技術というのを搭載していますと。これがですね、強い光を当てて、それで、そこの太陽下で最大軌道で出てる時の状態ですね、同じように真ん中が1マーク5、6で、右が1マーク5で、左が、多射性というふうになっています。まあこれは写真でも見るからに分かると思うんですけど、1マーク6だけ一段とやっぱ明るいですよね。色の発色ともやっぱここすごく良くて、こういった時にただ単に明るくすると白飛びしちゃうところなんですけども、ピーク輝度っていうのはそのままにしておいて、暗いところをちょっと持ち上げて視認性を良くするっていうことをやってるのがサンライトビジョンということになってます。この技術はいろいろ使えるんですけど、これうちのお店の店頭で撮ったもの、せっかくなのでプロアイと1マーク5と1マーク6で、うちのホームページですね、表示させて撮ってみました。輝度を測ったら、5万ルクスになってて、もう測定不能なんですね。実際の太陽の光って10万ルクスあるらしくて、それをそれに近いところで、さっきの会場は2万6000ルクスだったんですけど、それを大幅に超えるところで撮ってもこれだけやっぱ差が出ます。それぞれ全て自動調光にしているので、最大軌道にそれぞれ全部なってるはず。プロアイだけちょっと実はガラスの保護ガラス貼っちゃってるので、それちょっと不利は不利なんですけども、まあ見え方はおそらくこういうふうな形にそんなに違いはないかなと思います。サンライトビジョンの機能をオフにすることができるのかって言ったら、これもうベタ付きでついてるので、明るくすればもうそれが入っちゃうし、暗くすればそれはオフな状態になるんで、まあ気にせず使ってくださいというような話になってます。でこの機能はカメラ撮影の時にも使えるので、今まで 4K で撮ろうとすると発熱を気にしてね、わざと輝度暗くしたりとかっていうことをしてたんですけども、今回のモデルは気にせずに明るい画面のままで撮れるっていうふうに聞いてますので、これはちょっと屋外で撮るのが楽しみでな機能になるかなというふうに思います。そして、皆さん気になる 19.5:9、解像度 FHD プラスということで、今までの 4K ディスプレイじゃなくなっちゃうなというような話なんですけども、これが実機の様子でございます。横幅がちょっと、増えて、縦が若干短くなっているというような形でサイズが変わってます。横幅が大きくなっているので、横解像度がそのままだから、なんて言うんだろう、表示される文字サイズとかアイコンのサイズっていうのは実は大きくなってるんですね。なのでパッと見た時に、あ、なんか画面の表示大きくなったっていうのは第一印象ですね。あ、ちなみに、一番右にあるのは Xperia XZ になってるけど、これ間違えてる、 XZ1 でした。XZ1 です。最後の 16:9 のモデルになるのかな。縦長になるって僕聞いた時に慌てて最後に16:9のモデル買いたいとかって言って買ったのはこれだったんですけど、それと比べてもアイコンサイズがそんなに変わらないというか、列はこれ自分で調整できるので4列表示になってますけども、5列表示にすると1マーク6の方が若干大きく見えるのかなというふうに思います。ちなみにこれ16:9 の FHD プラスという解像度が落ちてるんですけど、こういった表示の時には4K 表示してなかったので、
Xperia 1 Mark 5 の 4K ディスプレイで 4K 表示しているのは、YouTube とか Netflix、Amazon プライムビデオなど のあとはソニーピクチャーズコアですね、こういったあの映画コンテンツとか動画コンテンツの時に 4K にアップスケールして、あと写真の表示の時にアップデートしてるだけで、普通のテキストとか表示してる時は基本 FHD プラスで駆動してたので、あの見たところ解像度落ちたなとかっていう感じはあまりしなかったかなという気がします。それよりも、縦がちょっと短くなってるので、で横が長くなってるので、こういう これ YouTube 再生してるところですけども、あのこういう縦使いで YouTube 再生してる時は再生画面が大きくなります。で横にした時にも、左右の黒みになってるところっていうのが減るので、で縦の長さ大きくなるので、結果見てる画像は大きくなるようなあのイメージで使えるかなというふうに思います。16対9の画面と見ると、なんかもう出てるデータの表示数がやっぱだいぶ変わってくるので、縦長っていうのはそれなりにやっぱメリットはあるんですよね。ホームページちょっと、うちの記事を表示してみました。こうやって見てみても、どうでしょう、出てるデータ量って変わんないんですよ。あの横幅がちょっと長くなってるので、それ文字のサイズがこれちっちゃくなってるんですかね、一文字ぐらいちょっと余計に入ってるので、その分あの上に行が上がって1行ほら短くなってるんですよ。あのデフォルトのままで僕やってるんですけど、あこういう違いっていうので、割と表示されるサイズって変わんないんだなっていうのが、これはブラウザー見てるところで、これが Facebook ですね。まあなんでこれ19.5対9にしたのかっていうと、こういうあの縦位置のコンテンツが非常に増えてきているので、あのそこを重視したというのもあるそうです。今までの21対9っていうのはやっぱ映画コンテンツのために作ってる、 2.35 対1ってあのシネスコサイズ、あれが全画面表示できるようにしてる画角だったので、あのまあ5年前にはそれであのが推しにしていけば魅力的だろうっていうのだったのが、今はあのもうこういった SNS とかの縦コンテンツがだいぶ増えてきてるので、5年前と比べると、それであの方針変換したっていうか、あのこの方が使いやすいんじゃないかっていうのもあるようですね。これがインスタグラムを表示している時ですね。これも見てるとデータ量そんなに表示量変わらないので、あの今までの21対9の画面に慣れてらっしゃる方もそんなに違和感なく使えるんじゃないかなと思います。それよりはむしろあの文字があの何回も言うですけど大きく表示されるので、あのそっちの方の見やすさの方が大きいかなというふうに感じました。でこれは、使ってない人はどうでもいい話だよとかっていうふうに思うかもしれないんですけど、びっくりするんですよね。たまに、あ、ヘッドホンないや、でもちょっと音声聞かなきゃいけないからちょっとスマホのスピーカー使って聞くかって言ってボリューム上げてみると、Xperia ってこんなに音するんだっけっていう驚きを誰しも感じたことあると思うんですが、それがあの今回もパワーアップしてます。スピーカーがよりあの大型化されて、歪みが少なくなっているっていうのと、サウンドチューニングで、音像の空間作りをもうちょっとうまくやってるっていうふうな話を聞いています。これはちょっと他社製のスマートフォンとの比較になるんですけども、あの Xperia は正面を向いてるスピーカーというのをちゃんと左右ステレオで積んでますと。他社製のものだと、こうやって耳がついた時のこっち側だけ、正面についてるけども、口元の、マイクの方はあの横を向いてるとかっていうスピーカーの仕様になってたりして、ステレオで左右で違う音のバランスで流れたりするんですけど、Xperia はその辺もちゃんとステレオで聞けるように作ってあります。ウォークマンでもいろいろ言ってますけども、DSE アルティメイトっていうあの圧縮音源などをハイレゾソートにスープアップするとか、360度リアリティというあの立体空間の音に作り直すとかっていう技術があったり、あと、そういうあのジャックがついてるので、音がハイレゾで有線出力できる珍しいスマートフォンですよというのも売りどころいっぱいあるんですけども、もう 3.5 ミリジャックはなくすことはもう現在ない。せっかく積んでますからね。一時期なくなったじゃないですか。なかったですね。ただあのウォークマンの舞台が戻ってきて入れるようになったっていうふうな話で、でそっちはどん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 突き進んでるし、あの売りの一つであるので、今回はあのダックは一つあのまた上のものを扱うようになったっていうふうに言ってましたね。であとは左右のクロストークっていうところを、減らすように、これ昔のウォークマンでよくやってたと思うんですけど、アースのところを
分離させるような技術っていうのをやって、それで、抵抗を減らして、50% クロストークを減らしたっていうふうな話をしてました。なのでヘッドホンで聞いてもすごく音いいんですけど、今時有線でヘッドホン聞く人ってのは本当に音の好きな人たちになっちゃうので、ここぞという時にやっぱ使えるジャックがあるかなっていうイメージですね。そしてあとはこの2日持つバッテリーというところで、5000mAh という、バッテリー容量をもっと増やして大きいもの積んでくれっていう風な話もされてる方もいらっしゃるんですけども、聞くところによると、なんか航空法かなんかでワンセル 5000mAh っていうのが規格の上で上限らしくて、当面ワンセルでこの容量っていうのはしばらく続くっていう風に、話を聞いてるので、タブレットとかで超えてるやつとかありますよね、それは2セル積んでる、1セルあたり 5000mAh って聞いてます。なのでセルの数を増やしていけば、そういうふうに 6500mAh のものとか、ゲーミングスマートフォンとかで6500とかって書いてあるのは、ホームページ見てみたらやっぱ2セル積んでますね。で2セル積むとやっぱその制御の問題があったりとか、セルが2つになっちゃうので大型化しとったりとかっていうのがあるので、普通にスマートフォンとして使うとするとやっぱ 5000mAh が上限になるんじゃないかなと。それを、どうやってスタミナを性能を伸ばしていこうかっていうところで、先ほどのディスプレイの 4K を FHD プラスにするとかっていうのは、 4K はやっぱ相当電力食うらしいので、あれで随分電力消費を抑えることができるようになった。するとプラス、電力消費のチューニングを徹底的に突き詰めていって、ここにはエクスペリアはワンシリーズ市場っていうふうに書いてあるけども、会場ではエクスペリアシリーズ市場ですっていうふうな案内をしていたので、シリーズ史上最長のモデルになると。で今まで最長のエクスペリアモデルというとエクスペリア10マーク5、先代のモデルがスタミナモンスターって言われて、バッテリーベンチとかでも一番いいようなモデルだったんですけど、今回の1シリーズはそれを超えてますというふうに言った。なので実際に中のテストで2日間使っても、バッテリー 18% 残ったらしくてですね、それなのでこの 2days っていうのを歌えるように歌っていますと。で動画視聴の際も連続動画で36時間、そんなに視聴できるのっていうところですけども、これはボリューム切ってやってるのとか、あとちょっと裏があるんですけど、それは後で紹介します。本当にこれでテストしてこの時間になってると言ってます。ワンマーク5の2倍のバッテリースタミナ性能、ちなみにそのテストをですねやってる様子っていうのも会場で紹介してて、下に置いてあるエクスペリアというのが実際にそのテストしてる状態を出してるんですけども、ここで見ると何時間だろうな、10時間ぐらいだったかな、6時間ぐらいだったかな、テスト終わるのはまだ明日明後日になっちゃうんですねなんて話をしたんですけど、上にあるブラビアにこれタイムラプスで撮影している動画だったらしくて、一瞬でバーって時間回ってって、ワンマーク5は14時間で終わってるんだけども、ワンマーク6の方は、何時間だ、38時間使えるとかっていうデモを見せてくれていました。何が裏なのかっていうと、実はですね、寄与しているのは1ヘッズから120ヘルツまでの、駆動するんですよね。フレキシブルに駆動、リフレッシュレート変えられるんですよ。再生している動画を 24p にすると、だいぶ抑えられるんですって。なので何て言うんだろう、このテストを例えばホームページ出してこうやってスクロールさせてる絵とかっていう風にやると、スクロールしてる時は120で動いちゃってるので電力消費実はでかいと、なので動画再生してる時の方が実は電力消費少ないんですよっていう風な話をしてて、なのでテストする動画が 120p だとこんな結果にはならないかもしれないんですけど、 24p とかだとリフレッシュレートを下げられるのでこういう記録が出るんですって。今回はリフレッシュレートが下がって解像度も抑えめにして、バッテリーもこう効率化して、その三つどもえで全般的に長時間再生できる。そうですね、それだけじゃないとは思うんですけど、ちなみに Wi-Fi とかそういうのはどうしてるんですかっていうと、通信機能をオンにしちゃうと誤差がすごく大きくなっちゃうので、通信機能は全部オフにしてると。じゃあローカルなファイルを再生。そうですそうです。で、あとボリュームも一応切ってやってますと。で、それで14時間と38時間にこのテストはなってると。メーカーのホームページに載ってるようなスタミナテストとか、さっきの2日を持つとかっていうのは、ちゃんとしたベンチの指標があるのでそれでやってるっていうふうなお話をされていました。で、うちでもですね、実はもう、昨日から物来てるのでスタミナテストやってるんですよ裏で。
やったところですね、ワンマーク5の時に10時間ちょっとだったのがワンマーク6で15時間でした。あれたった 1.5 倍じゃんっていうところなんですけど、うっかりしてて僕 Wi-Fi と Bluetooth オンにしちゃってたんですよなので誤差じゃないけど通信ずっとし続けちゃってたので、このテスト本当に十何時間かかるので、もう一回やりな、あの全部オフしてやらなきゃいけないので、ちょっと今日その結果が間に合わなかったので残念で、そういったことをやってるのと、あと何だろう、新素材にしてたりとか、いう工夫もあって、今まで3年後も大容量 80% とか歌ってたのは今回4年後にすることができましたと。まあ、あの僕の場合かなりヘビーにスマートフォン使ってるので、ワンマーク5の時もプロアイの時も1年で大体 10% ぐらい容量減ってっちゃって、2年使ったプロアイはもう今 80% 切るぐらいまでいってるんですけど、今回どうなのかなって、ちょっと本気使いを1回やって1年で 5% しか減らないかどうかっていうのをちょっと見てみたいなとかって思ってます。これも省電力というか、バッテリーの、長持ちする長寿命化に役立ってると思うんですけど、ベイパーチャンバーというのを今回搭載しています。ベイパーチャンバーっていうのは言葉だけ聞いてて僕もよく意味分かってなかったんですけども、薄っぺらい板なんですけども中が中空になっていて、そこに液体が入っていると。で、熱源のところに行くと、液体が気化して空気になって、ブクブクブクっていって、反対側の冷えてるところまで行って、で冷えてるところにあって液体が流れ込んできてっていうのを繰り返していくと。で、特にポンプとか使う必要なくて、それで熱循環するらしくて、それで熱源のあるところの熱を他に逃がすという働きをしてるんですね。なのでこれ自体で冷えてるわけではないんですけども、ボディの小さなスマートフォンなので、熱源あのソックプロセッサーですね、ここの1点だけがすごい熱を持つので、それをどうやって熱に逃がすのかっていうのを今まで、やってきたものに、新機能はこうやってついていますということになっています。これが実際のベイパーチャンバーですね。この黄色のところが、まあ、触ってみると単なるあの薄い板なので、ペコペコするわけでも何でもないっていうか、中に液体詰まってるから沈まないんでしょうけど、まあそういうふうなものになっています。ここの裏にあるのがおそらく、あ、上の方か、プロセッサーがあるのはになるのかな。で、これがスナップドラゴン8ジェネレーション3と、新世代のもの、最新世代のものが積んでいるので、最強のプロセッサーになってます。どれぐらい実はそれって性能良くなってるのっていう話なんですけども、よくわかんないんですソックって言って、あの PC の場合は CPU があってグラボがあってメモリーがあってっていう風になってますけども、スマートフォンの場合はソックって言って、もう全部がグラフィックチップまで一つのチップに乗っかっているので、あのその中に全部入ってます。で、今の、コアプロセッサーなんかも、パフォーマンスコアと E コア、 P コアと E コアって言ってたかな、高回転してバーって計算を大量にできるプロセッサー部分と、電力消費の少ないプロセッサーと同時に積んでおいて、計算処理してないときは E コアだけで動いて、で重い処理が入ってきたときだけパフォーマンスコアを使うっていうのをやってるんですけど、スマートフォンも同じことをやっていて、今回のスナップドラゴン8ジェネレーション3ではもう4種類のプロセッサーというか CPU が入っているような、計算部分が入っているようなことになっているそうです。この全部合わせてCPU っていう形になります。で、L3 キャッシュっていうのは、まあ、詳しい人はご存知の通りです。3次キャッシュですね。その前に2次キャッシュ、1次キャッシュってあるんですけど、調べても出てこないんですよ。だからもう今1次キャッシュも2次キャッシュもなくて3次キャッシュしか使ってないのかなと。あともうプロセッサーの中の方でやってるのかなと。で、スナップドラゴン、888って書いてある、あそこだけ L3 キャッシュ8メガに増えてるんですけど、これは2次キャッシュ2メガって書いてあったので、だからここは2次キャッシュと3次キャッシュ使ってるのかなとかね、すみません、僕もちょっと詳しくないので適当なこと言ってます。 PC 用のインテルのキャッシュもなんか L3 しか書いてないです。あ、今だからもう中に入っちゃってるんですかね。で、あとは GPU もそうやって世代ごとに違うものが積んでるのと、製造プロセスルールっていうのがあって、これがまあ4ナノの世代で今作られているという形になってます。こうやって、まあ、駆動してるヘルツを見ても最高スピードは全部上がってるし、逆に抑えてる時の最低ヘルツの方も下がってるので、電力消費が良くなって
高効率になっているというのを繰り返してきているのかなというふうに思います。すみません、この辺よくわかんないんで僕適当なこと言ってますということで、これらの技術が全部積んでいますよというのが、ソニーの Xperia 1M6 になります。あちこちに AI という言葉がありますね。ネットワークのところに AI スマートコネクティビリティって書いてあって、 DR SIM の切り替えとか Wi-Fi セルラーの切り替えとかっていうところにも AI って言葉が入ってるんですけども、これは特に1M5 の時と仕様は一緒なので、あの 1M5 の時から AI 使ってましたよというアピールになっています。これ DR SIM SIM は2枚、いや仕様一緒ですね。eSIM と物理 SIM1 枚で、あと SD カードが入るようになってました。イメージ的にこれは SIM が 2種類っていう感じで書かれてる。そう eSIM ってここに映すときにやり方が分かんなかったでしょというようなところでございます。あとは分かりづらいかもしれないんですけども、ですね、レンズとベゼルって言っていいのかな、周りの黒いパーツ、これが、今まで黒一色だったんですけど、ボディと同系色になってます。5M5 の時からこの仕様になってるんですけど、今回 1M6 も1シリーズもこういうふうになった。で、ですね、よく見るとですね、ベゼルとレンズが今まで面一面になってたんですけど、すり鉢状になってレンズがちょっとへこむようになってるので、なので、そう、あの触った時に、あ、こうやって置いた時に地面につかないようになってる。で、指でも触れなくなってるのかって言ったら、そんなに深くなってないので指では余裕で触れちゃうのと、あと、まあ、あまり深いと今度レンズ拭けなくなっちゃうので、あの拭き取りやすさとかっていうのを面で見ると、あの特に写りに影響のあるようなあのくぼみではないかなと思います。すると、こちらボタンが大型化されてますというふうになってるんですけども、ボタンの、ね、長さは一緒で幅がちょっと広がってるようなイメージですね。で、スカーレットモデルが今回登場するということで、5M2 の時にワインレッドっていうもうちょっと深い色の赤があったと思うんですけど、それ以来、本当の赤でいくと XZ プレミアム以来になるらしくて、だいぶ貴重なというか珍しい色が出てきます。スターモデルだけでした。そうです、 SIM フリーモデルで、しかも内蔵ラムが12ギガモデルでしか選べないモデルになりますね。ちなみにカーキグリーンも引き続き SIM フリーモデル、ソニーストア専用モデルになります。キャリアで販売するのはブラックとプラチナシルバーだけで、スタイルカバーも今回同様に出てくるんですけど、ストラップホールがつくようになるのと、リングストラップがつきます。リングストラップの方はですね、エブリングで13号でも細かった私の指でも余裕で入るぐらいなので指輪のサイズにしたら16号ぐらいにはなるかなというふうな、大型のものなので誰でもゆるゆるで使えるかなというふうに思います。縦置き横置きになるこのスタンドは非常に便利ですね、使ってみるとね。で、横持ちした時にグリップになるのも相変わらず同じような形でついています。ということで、スペックサマリー、今までの話を一覧で全部表示するとこんな形になります。ちょっと飛ばしているところもありますね。399フォーカスポイントとか、ゲーム関係の話全部すっ飛ばしてしまったので、あとビデオクリエイターっていうあの自動編集アプリもそのまま引き続き搭載になってます。個人的にはやっぱあのボケのところの操作のしやすさがすごいしやすいので、ボケは、あの調整幅あるんですか、ボケって感じ。ボケに関してはですね調整幅はなく、今回はボケはボケだから、もう多分最大ぼかしになってるんだと思うんですけど、まあ、実際にボケエフェクトを使うときって最大ぼかし以外では使わなかったので、その辺も実質的にあの使いやすくしてくれてるのかなというふうに思います。そしてこちらが、ハードウェアの方の話ですね
エクスペリノって本当によくて、ワンマーク5でもそうなんですけど、なんだろう、ビデオ会議とか YouTube で、あ、YouTube じゃない、ビデオ会議とかでやるときも僕、エクスペリノの方で音声だけ出しておいて、画面 PC でっていうのをたまにやったりとかね、します。で、本当にこういうちっちゃいスピーカーで、サウンドチューニングで音を良くしてるんですよね。で、大きな音にすると、まあ音楽とかだとちょっとボーカルが鼻詰まりっぽい感じで聞こえたりすることがあるんですが、その辺を低減したっていうふうな話はしてました。で、実際に防音室みたいなところで聞き比べができるんですけど、あ、なるほどな、鼻にかかるっていうか、そのあたりの周波数のところの不自然さがなくなってるっていうかね、そういったチューニングっていうのは本当年々してるんだなと思ってね。で、サウンドチューニングだけだったらワンマーク5もなんとか直してほしいんだけど、あれなんでしょうね、きっとロムかなんかに焼いて入れちゃってるんですよね、きっとね。ということで、防水機能とかもそのまんまですね。あとワイヤレスチャージもそのままついてるし、お裾分け充電もできます。あ、そうだ、全然試してないというかやってなかったんですけど、ゲームの時のタッチの感度を3段階で変えられるとかって言ってましたね。反応速度を変えることができるっていうふうに言って、まあそれは今度実機で試してみようかなと思いますって言っても、僕そういうゲームやんないんですよね。原神でわかるかな。ということで、サマリー、すべてのスペックはこうやって出ているわけですが、実はですね、そうだ、特ダネがあるんですよ。これ下のところを見ると写真ボケプロってなってて、プロっていうのは従来のフォトプロ、アルファ風のメニューが出てくるモードになってるんですけども、アップデートでこの隣にプロ動画っていうのがついてくると。今入ってないんだけど、もう一つプロっていうのは今写真用のモデル、画面になってるんですけど、もう一つ要するにそっちはビデオフォトグラファープロの方のアプリになるのかな、それが追加されます。カメラアプリがアップデートが後日行われて、それで機能追加になるので、それもお楽しみにしていてくださいというふうなお話はありました。写真動画って並んでるやつが同じように、うん、プロの写真とプロの動画みたいなイメージ。そうですね。で、ボケはボケ、うん、あとこう写真のボケで、うん、動画のボケはその他の中に入ってたやつ。あ、そうです、そうです。あれだけはだから一覧には入ってないっていう、うん、そうですね。そうしないと横の多分スクロールが大きくなっていっちゃうから、はい、で、動画のボケはそれほど使わないだろうっていう、いろんなものを撮ると、うん、ボケっぱなしじゃちょっと困っちゃうしみたいな。そうなんでしょうね。で、彼らも自分たちで使ったものを日常生活で使ってるから、そのフィードバックでやっぱこれ使うよね、使わないよね、優先度高いの低いの、うん、って分けてる、うん、見極めてそういうのやこれから改良してくる可能性はありますよね。ちなみにハードウェアスペック的に Wi-Fi は何対応なんですか？うん、はい、Wi-Fi 6E 対応ですね。ああ、じゃあまだ7には対応して。書いてありますね、これ。どこ？一番下。Wi-Fi 7は2024年秋以降、ファームウェアアップデートで対応します。すごい。なんだ、もっと大きく書けばいいもっと大きく言えばいいのに。あ、Wi-Fi 7は2024年秋以降対応だそうでございます。適当なこと言ってます。ハードウェア対応していて、後から、うん、ソフトウェア対応する。そうなんですね。ああ、そうですか。僕んちね、6E 対応のルーターがあるんですけど、いまだに誰も 6E 使ってないので、ガラガラで一人うちだけで使ってるんですけど、7が出てきちゃうとそこがちょっと埋まってくるのかな、今度。6E 買わなくてよかったと思ったんですよ、ちょうど。いいと思います。あ、これやってみるとマイクロ SD のところは 1.5TB でって書いてありますね。売ってるところまで検証ってところだった、うん、前にウォークマンの時に聞いたんですけど、規格をそのまま乗っけてるだけなので、上限の2テラまで使えるはずだよ、ただ検証はしてるのは1テラまでだよとかって、ね、で悩ましいのはここですな。いいお値段で、お値段というかですね、体験会でもそうだったんですけど、スカーレットにもう人気爆発というかもう大集中してて、全然赤の写真撮れないんですよみんないじってるから、なので、ああ、もうみんな赤行くのかとかって思いながら見ていましたが、その赤で最強仕様の16ギガの512ギガ仕様が買えないという、
これはもうあちこちから不平不満が声として上がっているんですが、まあそういうふうな仕様になっているのでしょうがないですね。スカーレットで買うんだったらラムは12ギガにして、買うしかない。16ギガにすると、すいません、先ほど店頭セミナー終了しました。あれからまだちょっと時間結構かかってお話してたんですが、カメラの電池が切れてしまって途中までしか撮れてなかったので、続きの話をここで要約して、お話しご説明したいと思います。先ほど最後のところでですね、SIM フリーモデルとして、スカーレット、カーキグリーン、プラチナシルバー、ブラックが、SIM フリーモデルとして販売されます。で、メモリー容量がですね、ラム12ギガで、ロムが256ギガと512ギガ。それと、ラム16ギガのモデルが512ギガロムで、この3タイプがソニーストアで SIM フリーモデルとして販売されます。プラチナシルバーとスカーレットカラーに関しては、12ギガのラムモデル専用のカラーになっており、16ギガラムの場合は、ブラックとカーキグリーンのみになります。会場では一番人気だったのがですね、レッドカラーのスカーレットで、これの16ギガを選ぶことができません。まあ方法としてはブラック、カーキグリーンの16ギガを選んで、それで、スタイルカバーだけレッドにしてスカーレットカラーにして、外装赤にするという方法もあるんですけども、写真で見ていただくと分かりの通りですね、カメラの周りのベゼルのところも今回ボディ同色になっているので、どうしてもそこの色が変わってきてしまう。それ と、フロント側まで今回はレッドのラインが見えるようになっているので、フロントからこうやって見た時もですね、赤いラインが見えないのはちょっと悲しいかなというところで、12ギガと16ギガどっちにしようかなというのは悩みどころだと思います。ちなみに16ギガと12ギガモデルでどういうふうな違いがあるのかというと、たくさんのアプリをですね、同時起動した時の、アクションが変わってきます。パソコンの場合は、メモリーが使い切って足りなくなった時も、スワップをしてですね、起動しているアプリはソフトウェアを落とさないようにして動作しますけども、スマートフォンの場合は同時起動でアプリでRAMを使い切ると、アプリを自動でどんどん終了していってしまうんですね。なので例えばですけども、マラソンの時に僕はですね、 GPS ログも取るし、マラソンのログアプリを4つぐらいまとめて使って、さらに、電波ログも取りながら、それでさらにドラクエウォークまでやったりします。そうするとですね、そこで電話がかかってきたりとか、LINE で、相談が来たりとかってした時に、アプリをさらに起動していくんですが、それをやった後にドラクエウォークに戻れるかっていうと、そこで戻れなくてですね、ドラクエウォークが終わってしまってると再起動させるような形で使うようになる。それが、防げるのが16ギガラムで、そうするとそういったたくさんのアプリを同時起動しててもアプリが落ちにくい、ドラクエウォークにすぐ復帰できるというようなメリットがあります。なので、たくさんのアプリを同時に使うっていうような方は16ギガにするとメリットが多いし、それほどアプリ同時で使うことはないし、なるべく節電モードで使ってるんだという方だったら12ギガモデルでも、快適にお使いいただけるかなというふうに思います。それして、お値段の方も検討させていただきました。Xperia 1 Mark 5がですね、16万9400円に今回値下げになりましたので、かなり悩ましい金額になっているかなと思います。 Xperia 1 Mark 6 の方ですけども、 12GB の 256GB を S、 12GB の 512GB を M で、 16GB の 512GB を L というふうな読み方をしていて、 Xperia 1 Mark 6 の S、M、L というような呼び方を、今回中ではしているようなので、それに話をしていくと、S が19万 M が20万5000円、L が21万9000円というふうな価格になります。そして、SIM フリー発売記念モデルとして、Xperia 1 Mark 6 の方は1万円、 10 Mark 6 の方は5000円のキャッシュバックキャンペーンがあります。加えて、エントリー制になってありますけども、 Xperia 1 Mark 6 のみ、エントリーで1万円のキャッシュバックというのが用意されていて、6月6日まで、のエントリー制になっているのかな。それを、重ねて使うことができるので、Xperia 1 Mark 6 に関しては2万円のキャッシュバックが得られます。
さらに、ソニーストアではラッキー抽選会というのを開催しておりまして、こちらでですね、1等2等3等4等があって、3等がまあ一番メインどころで当たっている方が多いかなと思うんですが、こちらで、10万円のお買い物で5000円使えるクーポンというのが当たるので、こちらが多くの方が利用できるんじゃないかなと思います。そうするとエクスペリア1マーク5の場合は5000円のお買い物券を使って164,400円で、エクスペリア1マーク6の方の S の場合、19万円の本体に対して25,000円の、まあ値引きじゃないんですけどキャッシュバックと値引きが効くので、165,000円相当という形になります。今ならエクスペリア1マーク5と、1マーク6の S が、ほぼ同じ値段で買えるような感覚になるかなというふうに思います。悩ましいですね。最後の 4K21:9 ディスプレイモデルと、今回の FHD プラスの、19.5:9 の、新ディスプレイ、新アスペクトのディスプレイと、どちらのモデルを買うのかというのが、悩ましい選択になるかと思います。価格はまあ逆にそういった意味では比較しやすいかなとも思います。同じように16ギガ内蔵メモリーラムの、ROM 512ギガで使用を比較すると、3万円の価格差があるような計算になりますので、5と6で、それを、ニューモデルに、価値をとして考えられるかどうかというような選択も可能かなというふうに思います。で、ですね、実は、ここに実機の方もあります。お客様にはちょっとお店直接お見せすることができないんですが、もう今お客様お帰りになられたので見ることができますので、これで、実際にカメラアプリをですねちょっとだけですけども操作しているところをお見せしたいかなと思います。今スクリーンレコーディングしているので、これで、操作をちょっとしてみたいと思います。カメラアプリ起動します。よいしょ。はい、これ今写真ボケになってるな、写真にしてですね撮ろうと思ってるんですけども、ご説明した通りで、ここのギアボタンを押すとこうやって設定が出てきてメニューというのが出せます。で、今フォーカスとシャッタースピードというのがオンになっているので、これで画面の文字でフォーカスオート、シャッターオートというのがあります。フォーカスオートをタップするとこうやって、フォーカスを自分で操作することができるようになります。まあ、再びこれオートに設定すればオートフォーカスに戻ります。で、シャッタースピードもこうやって可変にすることができるし、オートにすることができます。そして、被写体をですねこうやってタップしてあげて、ももちゃんの鼻のところに行きましたね。そうするとここにホワイトバランスのバーが出てくるので、サイドに、これでホワイトバランスの調整をすることが可能で、露出もこちらを触ると明るくしたり暗くしたりということができます。必要な機能をこうやって触っていくとどんどん使えるようになっている、すごいいい UI だなというふうに思いました。で、これで写真を一回撮ってみて、でさらにボケにしてみます。ボケにしました。で、ボケでこうやって写真を撮っても、何ら変わりはないんですけども、撮影した写真をこうやって見てみると、こっちがボケなし、こっちがボケというふうな形で、撮影した、データの方にはこうやって背景ぼかしがしっかり入るんですけども、いや、これすごい優秀なボケの仕方をしますよね。今まではボケ機能というのを呼び出してボケの調整とかっていうふうにやってたんですけども、今回のモデルではこうして、ボケをですね自分で、もう最大ボケになってるしか使わなかったと思うんですけど、ボケにスライドさせるだけでこうやって使うことができます。で、今、これがプロモードですね。ファンクションキーとかっていうのがあるので、これを押すとアルファと同じような使い方もできます。で、今ここボケプロまでしかないんですけども、これ写真専用モードになってますけども、この後、カメラアプリのアップデートでですねプロ動画というのがここに加わる予定になっています。そうするとそれが、ビデオグラフィープロ、シネマプロの代わりになるようなモードというのが追加されるということですね。そうやってアップデートする楽しみもこのカメラアプリにはあります。テレマクロの方もこちらここでちょっと試してみようかなというふうに思います。今写真モードになってますが、ここからその他を呼び出してテレマクロ選択、そうすると、望遠の 120mm に今なっております。で、この状態でマニュアルフォーカスになるので、こうやってフォーカスを合わせて
でピーキングをオンにしてあるので今ピーキング表示が出ますね。よいしょ、この辺かな。こうやって合わせておいてちょっとカメラを前後させて撮ればいいか。これで撮るとよいしょ、はい、このちっちゃなチョロ Q が拡大フォーカスになりました。で最短撮影距離もちょっと試してみます。最短撮影距離にすると4センチまで寄れます。すごい、このちっちゃいボンネットが画面いっぱいです。これでピーキングが出るところを探してシャッターを切れば、最短撮影距離でもマクロ撮影ができます。ここよく見るとすごいですよね。日産というふうにこんなちっちゃいところに書いてあるという恐ろしい宝さんの技術というかチョロ Q の出来の良さなんですが、こんな形でテレマクロは使えます。こうやって寄ってしまうとですね、影になることが多いんですけども、120ミリあればこうやって離れたところから撮影することもできるので、とても接写撮影が楽にできるんじゃないかなというふうに思います。ということで、ちょっと補足しながらXperia 1 Mark 6 の、店頭セミナーをとさせていただきます。当店店頭ではですね、Xperia 用のご製薬記念品なども用意しておりますので、店頭でオーダーいただけるとちょっとお得にお買い物することができます。ウェブ経由でお買い上げいただいても後日来ていただければおもてなしさせていただこうと思いますので、ぜひ、当店経由でのお買い上げをご検討ください。よろしくお願いします。ソニーストアの店頭で購入される際もショップコード201-7001というのを言っていただければ、当店の、お客様として扱っていただけますので、ぜひそちらもよろしくお願いします。ありがとうございました。